スティーブ・ミラー・バンドはアメリカ合衆国出身のブルース・ロック・バンド。創始者、スティーブ・ミラーを中心に結成。1970年代にはアルバムが全米チャート1位を獲得するなど再生を迎え、活動は50年以上に及ぶ。2016年、ロックの殿堂入り。活動初期のグループショット1966年、サンフランシスコで活動を始めたスティーブ・ミラーの 呼びかけにより、ティム・ディビス、ロニー・ターナー、ジェームズ・カーリー・クックによって、スティーブ・ミラー・ブルース・バンドとして結成。1967年1月にバディガイの前座で、アバロンに出演。4月にフィルモアといったクラブに出演して人気を表す。6月のモントレー・ポップ・フェスティバルに出演して、サンフランシスコのバンドに注目していたレコード業界の注目を受け、 クイックシルバーメッセンジャーサービスと共にキャピトルレコードと契約。同年秋にインドなど海外でバックパッカーとして放浪していたボズスキャックスがグループに参加してレコーディングに入る。録音技師のグリーンジョンズとロンドンで録音したスティーブ・ミラーバンド名義によるデビューアルバム未来の子供たちはビルボード200では134位に終わったがアンダーグラウンドラジオで評判を呼び、 再びグリーン・ジョンズとロス・アンジェルスで録音した自作、セーラーが24位を記録した。マーティン・ルーサー・キングやロバート・ケネディが暗殺された後にリリースしたシングル、リビング・イン・ USA が国内でヒットとなる。1969年、ボズス・スキャックスがグループを抜けて3人になったバンドは、ベンシドランを迎えて、サードアルバム、素晴らしい新世界を録音する。マスターテープを、 グリーン・ジョンズのいるロンドンに持ち運んだ日、オリンピックスタジオで、ビートルズのメンバーに出会う。ポール・マッカートニーとジョン・レノンが、アルバム、ゲットバックのボーカルのダビングをしていて、翌日再び訪れた際に、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスンとセッションを行う。ハリスンが帰宅した後、マッカートニーが、ドラム、ベース、ボーカルを担当した、マイ・ダーク・アワーを録音する。同年には、 ニッキー・ホプキンスと共にホースアルバム、You are Saving Grace をリリースするほか、後日の1986年のアルバム、Living in the Twentieth Century にはポールがゲスト参加するなど、友好関係を築く。スティーブ・ミラー1977年、Great Full d e や、ジミ・ヘンドリックスらとのツアーやレコーディングを繰り返し、1970年のリー・マイケルズやナッシュビルのエリアコード615、 チャーリー・マッコイなど実験的なセッションレコーディングのフィーフスアルバムナンバー5をリリース。この頃にはミラー以外のメンバーはすべて変わってしまう。またスティーブ・ミラーは1971年に起こした自動車事故により首を痛めてしまい長期間休養に入る。1972年の後半にスティーブ・ミラー、ジャック・キング、ジェラルド・ジョンソン、リッキー・トンプソンで活動を再開。 フリートウッドマックラとツアーを行い、翌1973年にエースアルバム、ジョーカーをリリースする。アルバムは100万枚を超えるプラチナヒット作となり、翌年初頭にシングルカットされた、ジョーカーは全米チャート1位を獲得した。1976年に、旧知のロニー・ターナー、ドラマーのゲイリー・マラバーと共にナインスアルバム、わしの爪をリリース。 400万枚を超えるプラチナを記録した。先行シングルの Take the Money and Run は全米11位。シングルカットされた Fly Like a n ー Eagle は全米2位を記録し、スティーブ・ミラーバンドのキャリアで最盛期を迎える。自作、ペガサスの祈り、1978年の頃にはアリーナやスタジアム級のライブを展開していたが、このツアー終了後に一度活動を休止する。 US バージニアビーチ公演活動再開後、アルバムアブラカダブラ、1982年のヒットで2度目の再生を迎える。1986年にはブルースを交えたアルバムリビング・イン・ザ・トゥエンティース・センチュリーを発表するが、ライブは表立って行わなかった。また自作ロー・ニ・ビーブルーを最後に、長年所属したレーベルキャピトル・レコードを離れる。 1993年にアルバム、ワイド・リバーをリリース。それ以降長い沈黙を守ってきたが、2010年、アンディ・ジョーンズとの共同プロデュースアルバム、ビンゴーを17年ぶりに発表。翌2011年にも、全曲ブルーズのカバー集、レッド・ユア・フェア・ダウンをリリースしている。2016年、ロックの殿堂入りを果たす。2009年のグループショットスティーブ・ミラー2009年。 スタジオアルバムライブアルバム、ありがとうございます。